A wise man writes that, I am patient with stupidity, but not those who are proud of it. So am I. And also another wise man writes that, stupidity, knowing the truth, seeing the truth, but still believing in lies. How about you? ある賢人はこう書いています。私は人間の愚かさには我慢できるが、しかしその愚かさを自慢している者たちには我慢できないと。私もそうです。で、またある別の賢人はこう書いています。愚かさ。 それは真実を知っていても、真実を見ていても、まだ嘘を信ずることだ、と。あなたはいかがですか広しは浜松ハマジャパン。2016年、あの万里の長城が、このように修復、 されていました。人間の愚かさの象徴ということになりますが、しかし何も中国に限ったことではありません。あのフランスのルーブル美術館も全くあるいはそれ以上の愚かなことをしています。それをこれから皆さんにご覧いただきますが、 まことにもって、愚かなことです。愚かな、愚かな修復をすることによって、1500年後のイエスの作品をですね、全く台無しにしてしまいました。つまり、1500年後のイエスのメッセージをあろうことか消してしまったのです。 どう消してしまったかそしてその前にどう愚かなのかということをこの続く動画の中で説明します。右が修復前の絵です。左の絵が修復後の絵です。解像度が違うわけではありません。で、この修復がいかに 愚かなことか、続く動画を見ていただければ、それがわかっていただけると思います。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about a horrible painting of Madonna and Saint Anne who eat a child, a painting painted by Leonardo. I just show you here in this video only fact, believe it or not. Only fact. Then I say that It is up to you how you judge these facts and draw your own conclusion. Here are facts that I can show you for today's story. <S 子供を食べるマドンナとセイアン今日の動画は恐ろしい動画です。大変ショッキングな動画です。題して Bloody Saint Anne with Madonna。血にまみれたセイアン あるいはマドンナ、Who Eat i n f a n t ペデ i n t e d by l 幼児を食べるマドンナ by ダビンチです。私はこの動画の中で事実のみを皆さんにお伝えします。信ずるか信じないかという問題ではありません。こうした事実を受け入れるかどうかという問題です。その上でどう判断なさるかはあなた方の問題ということです。私ではありません。あなた方の問題ということです。 マドンナとセアンは子供を食べていました。で、その動画はこの動画の後に繋げておきますが、さらに奇怪な事実が私のところに届きました。フランス・パリ在住のセリキ村さんがルーブル美術館へ行き、その写真を届けてくださいました。またまたその写真を見て私は驚きました。これからその写真を紹介しますが、決して解像度が低いわけではありません。 2448×3264 ピクセル。つまり、超超高解像度の写真です。その写真は、私が今まで検証してきた絵とは違います。どう違うかは、これから説明しますが、唯一考えられることは、ダヴィンチは2枚の絵を描き残したということです。あるいは現在、ルーブル美術館に飾ってあるダヴィンチの絵は、そのコピーか、偽物かということになります。が、 こんなことはあり得るでしょうかセリキ村さんが届けてくださった絵の中の聖アンとマドンナは美しすぎます。肌には結婚の結婚の跡がありません。これはどういうことでしょうかつまり私はコピーあるいは別の絵でも良いのですが何かしらその裏に意図的な隠蔽工作のようなものを感じます。こんな絵ではまずいぞということで展示用には 別の絵を飾っているとです。私がこの続く動画の中でお見せするダベンチの絵はあまりにも空恐ろしいものです。皆さんが今まで持っていた常識を180度ひっくり返すものです。あるいは今までの皆さんの思い込みを粉々に粉砕するものです。だからルーブルでも展示用には別の絵、つまりコピーを展示している。 あるいはダ、ダヴィンチ自身が同じ絵を2枚描いたとも考えられます。が、私は今までそうした話を聞いたことがありません。えっ、ともあり、まず、セリキ村さんから送っていただきました絵、えっとですね、私が持っている資料と比較してみます。もちろん、私の資料の方がその2倍ほど精細なものです。なお、この中でお見せする事実は、すべて林博士が発見したことです。 では、恐ろしい話です。覚悟はよろしいですかでは、画面を見ながら説明します。これが私が、まあ、現在持っている資料です。極めて解像度の高い、まあ、写真ですね。で、一昨日セリー・木村さんがですね、ルーブル美術館へ行って、この写真を撮って送ってくださいました。 えー、2448×3264 ですから、同じように、ま、解像度は高いんですけども、この絵を見て驚きましたね。聖ンもマドンナも美しい肌を持っています。そこに注意してください。で、この聖ンの肌にはですね、結婚の跡が全くないんですね。まあ、少し、あの、かすかに色が残ってるかなっていう感じはします。どうしてでしょうか ということなんですね。で、比較してみます。これが現在、ルーブル博、まあ、美術館にある絵の写真です。と、右が私が手持ちに持っている、まあ、絵の写真ですね。で、比べてみてください。で、右の方は後で証明しますけども、これは結婚の後です。血の後なんですね。ところが、左の セリキムロさんが送ってくださった現在のルーブル美術館にある絵の写真にはそれがないんですね。そして、色の風合いも違う感じがしますね。色温度が違うって言いますかね。そういうところなんですよ。で、まあ、これはあのカメラの特性によるものかなという部分もありますので、なんとも言いませんけども、この部分ですね。 あとでもう一回照合しますけども、影の出来具合が全く違います。で、これは、まあ、現在のルーブル美術館に飾ってある写真ですね。絵の写真です。で、みんな私が持っている手持ちの写真ですけども、まあ、これもその、何て言いますか、あの、メイド差の違いによってこうした違いが出たのかなとも思えなくもないんですけども、それにしても、マドンナの皮膚が綺麗ですね。 そして、一つ、まあ、これは確認ということになるわけですけども、このイエスと言われている子供の目を見ていただきたいんですけどもね。で、セリー・キムラさんが送ってくださったこのイエスの目は真っ黒ですね。で、右の方は私が持っている資料なんですけども、黒目かなと思うことで、まあ、前回はペンディングということにしましたけども、やはりこう、瞳があってますか、おかしいですね。大きいです。それで、セリー・キムラさんが送ってくださったイエスの目の瞳も真っ黒ですね。これね、よく見ますとね。 まあ、明度を上げてみましたけども、真っ黒の目だと。で、ラファエロがですね、同じような、まあ、少女の絵を描いています。ジプシーの女の子ということになっていますけども、まあ、不気味になっています。はっきり言って不気味な目をしてますね。真っ黒です。まあ、こうした絵をラファエルも描いているわけですね。で、ダヴィンチも同じように描いているっていうふうに解釈できるわけです。イエスの目はおかしいですね。人間の目ではありませんね。で、もう一つ、 比較してみますと、まあ、これがですね、セリキムラさんが送ってくださった写真です。で、これが、まあ、その、セイアンの首の部分ですよ。中深くご覧くださいね。こっからが本題ということになりますので、そしてみんな私が持っている資料の写真です。そして比較してみてください。これがあの、なんて言いますか、これは違いよくわかりますね。で、左の絵は解像度が低いかっていうことではないんですよ。 同じように解像度は高いんですけども、やはりその、こうしたその、部分が映っていないんですね。まあこれ、後で証明しますけど、血痕です。血ですよね。そして、汚れではありませんよ。絵の汚れではありませんよ。ということで、もう一この、ブラディセント・エンですね、を見ていただきたいんですけども、 まあ、こうした検証の場合はですね、細かいところを見ていくんですけどもね、ここの部分をちょっと見ていただきたいんです。で、これは両者同じ絵なのか、それともコピーなのか、それともダヴィンチが2枚描いたのかという問題が出てくるわけですけどもね。色温度を上げてみますと、あるいは明度を上げてみますと、ここに、左の方には影がありますけども、右の方にはないですね。ですから全体に露出がなんて言いますか、落としてあるのかなっていう感じもしますけども、 明るくしてみますと、やはりこう違いがわかりますね。そしてこれはあの両方同じように色を上げてみたんですけども、色の不安が全く違うということですね。ということはコピーか、あるいは2枚あったかということになるわけです。何かしら謎が謎を呼びますね。ということで、続く恐ろしい動画をご覧ください。覚悟はよろしいですかそれでは、bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about one of the most well-known paintings painted by Leonardo, a painting with the title of The Virgin and Child with Saint Anne. An art critic, for example, writes about this painting as follows. As he did in the version of the rocks, Leonardo set a religious scene in a fantastic landscape and placed an abyss between a view and figures. The mountainous distance is conveyed by atmospheric perspective with bluish and crystalline highlights and reflect his interest in geology and meteorological phenomena and etc, etc i hiroshi Hayashi, have got a quite different idea and wonder if what he write here is true or not or all or not leonardo painted so could, bloody mary in the painting of the virgin and child with saint anne you also know the reason why he did it in this video following 皆さんご存知のダビンチの描いた聖アンナと聖母子の絵です。世界中の、そして日本中の美術評論家が絶賛してやまない絵画です。が本当にそうでしょうか本当に全てでしょうかこの絵の中には目の毛もよだすダビンチからの恐ろしいメッセージが隠されています。それを説明する前に皆さんに一つだけ説明しておかねばならないことがあります。血の染みです。 血液の染みです。血というのは出血した直後は赤いですが、衣服についた血を放置しておくと黒く色が変色します。で、その後血液の中のタンパク質が硬化して洗濯をしても色が落ちなくなります。淡い黒い色が残ります。これを血液の染みと言います。ダヴィンチは聖アンナと聖母子の絵の中で 騙し絵という手法で血とそして衣服についた血の染みを表現しました。そうであるかないかは皆さんご自身で判断していただきますが、なぜダヴィンチはこんな絵を描いたのか、こんな染みを書き残したのか、その理由もこの動画の中で説明します。その事実を冷静に皆さんに知っていただきたいのです。そんなバカなとかありえないとか言って吐き捨てる前にそこにある事実を知っていただきたいのです。 私はこの動画の中で事実のみを皆さんに報告します。証拠を添えて報告します。その上で、なぜ、どうしてと自分に問いかけてほし、見てほしいのです。つまりダヴィンチはこういう形で500年という歳月を経て私たち人間に強烈なメッセージを送り続けていたのです。驚くべきというか恐るべきメッセージです。ダヴィンチの絵は素晴らしい。 と、つまりは、表面的な美だけに騙されないで、その向こうに隠されている、その強烈な、言い換えますと、鮮烈なメッセージを読み取ってください。それでこそ、私たち人間はダ、ダヴィンチを真に理解したことになるのです。世界中の美術評論家が書いていることが正しいのか、それとも私、林博士が言っていることの方が正しいのか、それを判断なさるのは、あなた自身だということです。 では、動画を見ながら説明します。まあ、これがその、ま、絵画なんですね。聖アンナと聖母子の絵ですね。で、この絵の中にですね、この、ま、こちらの方が、ま、聖アンということになるわけですけども、この顔に、 ま、出ているこのシミですね。これは汚れなのかわやるま、絵画のね、そのものの汚れなのかそれともダ、ダヴィンチが意図的に描いた汚れなのかということなんですよね。で、これは私は血液と、まあ、血というふうに判断しました。というのはですね、汚れであるにもかかわらず、この輪郭線のところで、まあ、止まっているということですね。この汚れが。 ということは、まあ、後でね、例えば何かの、まあ、表紙にですね、インクなんかがかかって汚れたというのではなくて、あるいはまあ、カビが生えたとかそういうことではなくて、この汚れそのものが意図的に書かれているということなんですね。そしてこの衣服にも同じような汚れが表現されていて、輪郭線のところで止まっていること、それから、シワの間にその汚れが、まあ、描かれているところに注意してください。すなわち、これらの汚れはダ、ダヴィンチによって意図的に書かれた汚れだということになります。そしてこの汚れがですね、何であるかということなんですね。顔の方は血。 ということに判断できましたけども、この衣服についた汚れは何であるかですけども、これも血の汚れというふうに判断しました。それはあの冒頭にあげました、まあ写、写真をあ、言ってますか、写真をと見比べていただければわかると思います。なあち、これは血がですね、まあ、いわゆる染みとなって残った後だということになるわけです。となると、なぜダヴィンチはこのような、まあ、絵を描き残したかという問題が出てくるわけです。まあ、性、 まあ、やるねあ。まあ、聖アンナと聖母子という、まあ、タイトルがつくような絵の中で。なぜダヴィンチは聖アンナの顔にですね、いっぱいまあ、血をかき、そして衣服には血の染みをかいたかということなんですよね。まあ、今もう一度ご覧いただいてますけど、一番右が、えー、衣服に残った血の染みということになります。で、これと同じ染みがですね、聖アンナの衣服の中にも書かれているということですね。色も全く同じなんですね。そしてその感じも風合いもですね、全く同じように、まあ、書かれているということなんです。まあ、ダヴィンチはこのように、 正確に描いたというよりも、やはりこう,こういったところでも写真技術を使っていたということになります。まあ、ともかくも、なぜこんな絵を描いたかというその理由はですね。このビデオの中で説明いたします。で、続くビデオをどうかご覧いただけたんですけども、もまあ、ダヴィンチャーをこういう形でですね。まあ、隠しあるいは騙し絵という手法でですね。500年という歳月を越えて強烈な。そして鮮烈なメッセージを私たちに残したということになります。 それをまた理解するのが真にダヴィンチを理解したということになるのではないでしょうか。ま、あまさに地にま学、あ、てますよ。汚れたマドンナということになります。Bye for now.Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is too horrible and unless it is okay, you are advised not to watch this video since it might cause you ill feeling. And I say here that common sense is unreliable at all. Common sense, which is a collection of prejudices with lies plastered upon lies taking a long, long time. Why not do you doubt your common sense here in this video with me? Here is one example. 嘘に嘘を塗り固められたのが常識ということになります。あなたもその常識を一度疑ってみませんか今日もダベンチの描いた絵をテーマにそれを考えてみます。これが眼屈の聖母ですね。ルーブル版です。えー、今日は右の天使の腕に注目して考えてみます。この腕を注意深くご覧ください。この手を注意深くご覧ください。 何か反転のようなものが描かれてますね。絵の具の汚れなのでしょうかそれとも反転なのでしょうかここの部分ですね。この部分を拡大してみます。中深くご覧ください。反転のようなものが描かれているのがわかります。が皆さんは多分これをですね、絵の具の汚れというふうに解釈なさると思います。がそう思うのはちょっと待ってください。 実はダヴィンチは同じ反転を別の絵の中で表現しています。これはアンと、まあ、聖アンとマドンナですね。この聖アンの皮膚を見てください。この皮膚を見てください。同じように反転が描かれています。絵の具の汚れのようにも見えますが、輪郭線のところでその反転が止まっています。つまり、意図的に描かれた反転だということになります。 この反転は何かということですね。皮膚病ということになるのでしょうかそれとも何か別のものなのでしょうか注意深く比較してみてください。が、その同じようなものがですね、実はこの案の衣服の上にも書かれています。つまり、blood、血ということになるわけですね。 で、その反転をさらに精査しています。これは汚れなのか注意深くご覧ください。それとも反転なのかそこで衣服を見てみますと、同じように衣服の上にも反転が表現されているのがわかります。そしてその反転は輪郭のところで止まっています。ということは、意図的に書かれた反転、反転であるということになりますね。 ということは、これは反転ではなくて、blood, つまり、血というふうに私は判断しました。も、ま、う、あ、詳しくは続くビデオの中で解説しますが、となると、左のこの天使の腕に書かれている、手に書かれているのも、血ということになります。なぜダヴィンチはこんなところに血を表現したのか、ということになりますね。謎が謎を呼びます。続くビデオをどうかご覧になってください。これらが血であることが、 Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is very much horrible or fearful for some people I know. Then I say that it is 100% up to you how you judge this fact and draw your own conclusion. Here are fact that I can show you for today's story. 今日の話は恐ろしい話です。これからそれを話しますが、その覚悟は良いですかまた、こうした事実をどう判断なさるかは100%あなた自身の問題です。 私は事実のみを話します。言い換えると、今までどうして誰もこんな事実に気がつかなかったかということです。ダヴィンチがこの絵を描いて、すでに500年以上も経っています。題して、血で塗られたマドンナと聖案です。今その絵を見ていただいてますけども、ここにあるシミはですね、汚れなのか、それとも汚れでないのかということが最初の疑問でした。で、よく調べてみますと、汚れがですね、顔の輪郭とともに止まってるんですね。 中部科をご覧ください。ここですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものではないかという今、まあ、疑念を私は持ったわけですね。で、さらに調べてみますと、細かい部分で同じ色を使って、まあ、ちょうど輪郭のところでそれが止めてあるわけですね。となると、これは汚れではなくて、意図的に書かれたものであるということが分かってきたわけです。となると、これは皮膚病かと。まあ、そのように考えたわけですね。ダヴィンチは、あえて皮膚病の、まあ、 マドンナと、そして聖案を書いた、ということになるわけですね。しかし、そんなことはするだろうか皮膚病なのかあるいはな、皮膚病達つするならば、この、まあ、この模様、染みのね、まあ、いわゆる、まあ、どうしてそのことを書いたかということなんですね、問題はね。で、皆さんはどう判断なさるでしょうかで、ここの部分を見ますと、同じ色で、まあ、汚れのようにも見えますけども、また下のところでですね、それが、まあ、汚れが止まってるわけですね。そして、 同じように書いてある。そして衣服にも同じような汚れが表現してあるわけです。そしてこの汚れは衣服のところで止まっているんですね。そしてよく見てください。衣服の、いわゆるその布のですね、シワの間にその汚れが描かれているということですね。ということは、この汚れはですね、まあ、衣服のシワの間に意図的に書かれた、まあ、汚れであるということになるわけです。となるとこの汚れは何かということになるんですね。もうこれは皮膚病ではありませんね。 なぜか、なぜか、何かというふうに考えていくわけです。つまり、これは汚れではなくて、意図的に書かれた、まあ、いわゆるなってますかね、騙し絵ですよね。汚れに見せかけた何かであるということになるわけです。となると、顔の、まあ、いわゆるシミもですね、皮膚病ではなくて、皮膚病もしくは汚れに見せかけた何か、 であるということになるわけです、まあ、こうして見ますと、この、特にこの汚れなんか、汚れらしきものを見てくださいね。周辺に明らかに色を塗った跡がありますね。ということは、これ全体がですね、意図的に書かれたものである。そしてその汚れはですね、そのまあ皮膚のところで止まっていると。もし汚れであるならば、上の方まで行くはずですからね。あるいはまあ、500年の間に誰かがですね、何かをこう、インクのようなもの投げつけて書いたのであれば、このような表現にはならないんですね。となると何かということなんです。 いわゆる汚れではない。汚れに見せかけた何かであるということですね。いわゆる隠し絵、騙し絵になるわけです。まあ、この辺を見ますと、あたかも汚れのように見えるわけです。汚れのように見えますね。こうした手法はですね、ミケランジロもシステナの礼拝で使ってますね。例えば、ひび割れに見せかけた、まあ、いわゆるその騙し絵でですね、古く見せかけた、意図的に書かれたひび割れなんかもその手法の人だと思います。となると、これは何かということになるわけです。いわゆる、まあ、騙し絵。 隠し絵いうことになるわけですで。そのヒントがですね、実はここにありました。えー、中深くご覧ください。この、手。ここを見てください。この手のとこ,と,ところが特に大きく汚れてますね。これは汚れではありませんね。と同時に、周りにはそれをか、まあ、隠すかのように汚れのようなものが表現しているわけです。で、この、この大きな汚れはですね、いわゆる 体の線の輪郭線で止まってますね。ということは、明らかに意図的にこの汚れは書かれたものである。特に大きな汚れが、この性案の右手の、まあ、手の上にダラーっとこう書いてあるということですね。となると、これは何かですけど、もう一つヒントがありました。この縦線を見てください。これが汚れであるならば、絵の上に書かれた、いいですか衣服の上で止まるはずがないんです。本物はそうかもしれませんけどもね。しかし、絵の中で、 別に書かれた、まあ、例えば汚れが上から垂れてきたとしますね。どうして衣服、絵の中に書かれた衣服の上で止まるんですかありえないでしょあの、現実と絵の世界と区別してくださいよ。そして、ここに、ま、止まってると。となると、この赤い線も、意図的に書かれたものであることがわかるわけです。もしもこれがですね、誰かが、あまあ、インクかなんか何がか,か,かけて、つけた、まあ、汚れであるならば、下まで行くはずですから。いいですか繰り返しますよ。横の線は、これは、絵に書かれた衣服のラインですよ。 そんなところで上から流れてきたインクが止まるわけがないじゃないですか。ということを考えていくわけです。そうしますと、この上から流れてきたのは、これは何かということなんです。そうです。こういうふうに流れて、ここで止まるのは、血なんですね。このダヴィンチが意図的に書いた血なんです。ということになってくるわけです。となると、この聖安のほっぺたに描かれている、まあ、描かれている、こといっ染み、そしてこの、なんて言いますか、汚れのように見せかけた何かは何かということですけども、血であるというふうに考えられるわけです。 そして色も合いますね。ただ衣服の方はですね、また別の表現がしてありますけども、何のために、どうしてこんなところに、まあ汚れ、血に見せ,汚れに見せかけた血、まあ皮膚病ではないですね。というのはマリ、マリアもそれからマドンナもですね、それからセワンも同じようにそれが表現してあります。そして衣服の上にも表現してありますから、皮膚病ということはありえません。実はそのヒントは、このイエスの左手にありました。注意深くご覧ください。 で、このイエスの左手を見てください。一見、この羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。一見、羊の耳を掴んでいるかのように見えますね。これが騙し絵、隠しなんです。しかし、これは羊の耳ではありません。先を見てください。羊の耳は白いです。ところが、このイエスが持っているこのものはですね、この ま、ちょ、ちょうどですね、手に握ってるものは羊ではなくて色がですね、羊の耳の色とは違います。騙しェなんですね。実は、ここにイエスさんを持ってるのは耳ではなくて、耳ではなくて、なんだと思いますかナイフなんです。イエスは左手にナイフを持ってそれを羊の頭に突き刺しています。イエスはナイフを持っています。もう一度比べていますから、比べて、皆さん自身で確認してください。 耳は白いです。下を見てください。もしも耳であるならば、これだけ出てるんですから、イエあーダヴィンチはですね、レオナウドは白い耳を描いたはずです。わかりますか白い耳。しかし、これは耳ではありませんね。ということは、イエスは左手で羊の頭にナイフを突き刺している。という、まあ、極めて残酷な絵なんですね。まあ、その証拠にこのイエスの顔を見てください。後でまた出てきますけども、目がおかしいです。黒目です。 そして、この目は、まあ、俗に言います。死んでいますね。子供のにこやかで優しい顔ではないと、私は判断しました。という、まあ、恐ろしい話です。そして、その血がですね、まあ、象徴的に飛び散ってる。そして、それを隠すために、病気のよう、あるいは、汚れのように見せかけているということですね。もう一つこの絵を、しっかりとご覧ください。一見、汚れのように見えます。皮膚病のようにも見えます。 そしてその汚れはですね、顔の輪郭のところで止まっています。一部分ね、そのダラーっと流れたように見せかけて、汚れのように見せかけているところもあります。それが混在しているわけですよね。ですから、皆さんは騙されました。そしてこの、えー、まあ、事実に500年以上も誰も気がつかなかったということですね。汚れだ、汚れだと思い込んでいたわけです。 で、結論になりますが、皆さん注意深くご覧ください。ここですね。えー、汚れが顔の、あの、いわゆるその顎の下で止まってますね。ということは、これは汚れではない。後から、まあ、誰かがね、例えばインクを投げつけて変えたような絵でもないということです。そして、その下の方の輪郭はスーッと横へ流れてますね、線が。ということは、同じ色で同じように書かれてますから、これは汚れではありません。 と同時に、マリアにも、それから、聖ンの顔にも、そして衣服にもついてますから、これは皮膚病でもありません。となると、これは血ということになるわけですね。色も合います。なぜ、この絵の中に血が飛び散ってるか。その理由は、続くビデオを見ていただくとわかります。この絵の中には、恐ろしい物語が隠されています。というのは今日のビデオでした。続くビデオをどうか参考にしてください。Bye for now! Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about blindness in our mind, which is more horrible than a painting painted by Leonardo. Most of us wish to be blind rather than to see things as they are in order to keep our mind stable. But some proverbs say as follows. When the blind lead the blind, bells shall fall into the ditch.blind belief is dangerous or men are blind in their own c a r e s なぜ人はそこにある事実を見ようとしないのかあえて心の盲目者であることを望むのかで、これから皆さんにダヴィンチが描いた恐ろしい絵をお見せしますが、しかし本当に恐ろしいのは私たち自身の盲目性かもしれませんね。 今日のテーマはその盲目線についてですが、まず最初にダヴィンチがアンチキリストであったことを証明します。アンチクラストと言います。ダヴィンチが描いたアンギャリの戦いという絵がその証拠です。この絵の中には10個前後の隠し絵が仕込まれています。詳しくは続くビデオの中で説明しますが、そのアンギャリの戦いの中ではイエスが馬に踏みつけられ、 頭から血を流しています。ダヴィンチ自身がイエスを殺しているのです。イエスの手には聖魂が残っています。経験なカトリック信者ならこんな絵は描きませんね。まずそのことをしっかりと頭に入れておいてください。つまりそういう前提でダヴィンチの絵を眺めてみる必要があるということです。もっとわかりやすく言えば一連のダヴィンチの絵に騙されてはいけないということです。 ダヴィンチは一連の絵を通して自分はアンチクライストであることを強烈に表現しています。これからお見せするマドンナと聖アンの絵についてもそうです。岩窟の聖母、洗礼のイエスとともにこの絵も謎だらけです。今日はこの絵の謎に迫ると同時にこの絵もまた恐ろしい絵であることを説明します。題名は マドンナとセイアンということになっていますが、ここにいる二人は二人で一人、つまり男性であることを示しています。1たす1イコール1のダヴィンチの独特の手法です。そのビデオもこの後につなげておきますから、必要な方はご覧になってください。ともあれ、この絵もまた謎だらけです。 で、今、皆さんにご覧いただいているのが、その、アンギャリの戦いの絵ですけども、この男の頭には、まあ、血でですね、隠し絵という形で、まあ、降臨が描かれています。そして、その、まあ、左手には聖魂があります。赤い丸で今示しました。まあ、つまり、こういう形でダヴィンチは、これがイエスであることを示しました。そして、この、そのイエスは、馬に踏みつけられて殺されています。経験なカトリックの信者なら、こんな絵は描きませんね。で、いわゆる、まあ、アンチクライストの絵。 ということになります。これが今日説明したいと思います。マドンナと聖アンです。まあ、右にいる子供はですね、これは子供ということにしておきます。で、今日はこの子供に注目してください。で、この腹を見ていただきたんですけど、やはり同じようになってますか。腰巻きのようなものを巻いてますね。これは、まあ、皮膚ってことになります。そしてこの皮膚がですね、足の方にもぼやーっと巻いてるのがわかります。その皮膚の間に、聖、えー、アンがですね、手を突っ込んでるのわかりますかいわゆるその、 いわゆる神秘の下にですね、手を潜り込ませているわけですね。で、これと同じ手法で書かれたのが、眼窟の聖母です。ルーブル版です。えー、ロンドン版の方では修正されています。まあ、これが今、まあ一応、眼窟の聖母の中ではイエスということになってますけども、マドンナの右手がですね、えー、まあこの子供の神秘の下に潜り込んでいるところに注意してください。人最終日が、 まあ、この透明の神秘の下に盛り込んでますね。まあ、こういう形でダヴィンチはこの子供が人間ではない、すなわち、まあ、レプタリアンであることを示しています。で、今度はもう一度この子供を見ていただきたんですけど今度は目に注目してください。この子供の目を注意深くご覧になってください。様子がどうもおかしいですね。まあ、瞳が、瞳だけで白目がありませんね。 も,まあ、も,もう少し分かりやすく言えば真っ黒だということです。で、これと同じ目をですね、実はラファエロが描いています。向かって左の目も何かお,おかしいですね。まあそのラファエロにはこの後に紹介しますが、まずその前に洗礼のイエスの洗礼と言われてますけど、この絵を見てください。この左の子供の顔の目と同じ目が、この イエスのの洗礼の中に書かれています。ここに二人の子供いますね。これは一応ベロッキオとダビンチの共同作ってことになってますけども、この子供はダビンチが書いたと言われています。この目を見てください。そして向かって右の子供の右目ですね。それと先ほどお見せしました、マドンナとセアンの中に書かれている子供の目と比較してみてください。同じだということも。 を皆さんお気づきになると思います。なあち、左の、まあいわゆるですね、聖愛、マドンナと聖安の中の子供も、やはり虐待を受けている。 ということになるわけですね。目にはクマができてますし、そして目が不自然に開いています。そしてこの子供の向かって左の目がですね、何かしら崩れているようにも見えますね。まあこれは、あの、そのことははっきりしませんけども、はまあそう、何かしらこう、普通でないような感じがします。ともかく、向かって右の目はですね、えー、このイエスの洗礼の中に書かれている子供と同じ目であるということですね。えー、丸く開いて、そしてまあ虐待を受けている。まあ普通ならばこういう目を見たら皆さんは虐待を受けているというふうに判断しますね。特に あのイエスの先例の子供をくく見てくださいそして、皆さん自身で、この二人の子供の目を比較してみてください。ダヴィンチはこのような形で、これら二人の子供は虐待を受けているということを表現したということになりますね。なぜダヴィンチはこの絵を描いたかですけども、もう一つ、その、 先ほどの子供に戻っていますけども、マドンダとセアンの絵ですね。そしてこの黒い目をもう一度調べておきます。で、この黒い目をですね、実はラファエルも描いています。ラファエルはですね、フィレンツを出た時に最初にダメージの門下に下るんですけども、その後、決別したと私は考えています。これがラファエルの描いた、まあ、ジプシーの少女たちの踊りですね。そしてこの目を見てください。真っ黒ですね。 まあ、あの、三人、こういう子供が描かれてるんですけどもね、三人とも目が真っ黒です。まあ、他の子供や人はですね、こんな目にはなっていません。これがま、黒い目であると。同じような手法でダヴィンチも、まあ、左のですね、子供の絵を真っ黒にしたっていうふうに考えられるわけです。まあ、瞳がね、見えない分だけ不気味な印象を与えますよね。で、なぜ、こんな子供をダヴィンチが描いたかですよね。 ここで少し話がそれますけども、モナリザと、そして、マドンナと聖アンに出てくる聖アンは、同一人物であるということを、これから簡単に説明しておきます。これも、ある意味で大変重要な事実ですから、ぜひ皆さんにしておいていただきたいと思います。で左がモナリザで、右が聖アンということになってますけども、明るくしてみますと、髪の毛の編み方。 同じですね。そして、ハレボったいメ、それから、ちょっと独特な上まぶ、ワンマブタですね。そして、薄い、まあ、ある、眉毛と、まあ、色のない。 眉毛ですね。そして、やや腫れがった方、そして、やや唇がですね、上向きに上がっている、まあ、笑い顔であるといって、それから髪の毛の、まあ、その縮り毛の様子も全く同じであるということです。まあ、こうして、順に一つずつ精査していきますと、違いを発見することはできません。すなわち、この両者は同じ人物だということです。そして、右の性案は、 男性です。ですから、左のモナリザーも男性ということになります。まあ、その、詳しい内容は、次の次のビデオの中に、 で説明しますので、え、興味のある方はまたご覧になってください。まあ、こうして髪の毛を精査し、まあこのね、ややこう縮れ毛。まあ、髪の毛のコンセプトは同じですよね。もちろん色も同じですけどもね。そして唇がやや上がっているところ。それから青がややこう尖っているところも、まあ、このモナイザーとセアンの、ま、共通した特徴ということになります。すなわち、まあ、これは両者は同じ人物であるということですね。まあ、アンが男性ですから、まあ、その説明は後でしますけども、モナイザーも男 男性ということになるわけです。まあ、これもね、あの、ダメージの謎の一つということになります。で、私には、こんな声が聞こえてくるんですね。あなたこれからこの子をいただきましょうか美味しそうね。ほほほほほほほ。で、え、これは、<Hello. S 2> これは、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 これこれは、こ 同じような恐ろしいエラーということです。Us, まあ私たちはね、あの、まあ、それに気づかないといいますか、あえて盲目であることを望んでいるのかもしれませんけどもね、まあ、あえてこんな恐ろしいことを知る必要もないという、まあ、考え方もできるわけです。まあ、ここに木の葉っぱがありますけども、見慣れない木ですね。見方によってはトカゲにも、のようにも見えるということです。そして、先ほど言いましたこの二人の子供の顔を見てください。腫れ上がってますね。そして、頬も傷ついています。 そして目もね、腫れ上がっています。で、この子、左の子供にはですね、足,足と手が書かれていません。ちょうど前まに隠されているということになるわけですけども、どうしてないんでしょうかということになるわけですね。そしてここに書いてあるのはコブラですね。鱗もきちんと表現してあります。 まあ、こういう形で、隠しという形でダ、ダヴィンチはここに書いてあるのはコブラだということを表現したわけです。え、岩窟の聖母のルーブル版の周りへ、マドンナも同じような手法で、まあ、胸にね、蛇を抱いています。そして、この指がですね、どうも6本に見えるんじゃないかなと思いますけど、これはまあ、はっきりしませんので、ペンディングってことにしていきます。まあ、ここに見えているのが私は手だと思います。 考えようによっては先ほどのね、子供の手ということにも考えられるわけです。そしてここには、まあ、皮膚のない、え、ヨハネの手が描かれています。まあ、皮がぺろっとめくれてるわけですね。そして指は、特に人差し指は異様に長いですね。そして空を飛ぶこの鳥はですね、羽を取ってみますと、UFO の形になるわけです。明度を上げますと、この部分だけ緑色になるんですよ。まあ、色温度が違うってことですね。そして、この、 まあ、スカートのようなもんですけども、これはダ、ダヴィンチ自身が書いた、まあ、夫人と男というテーマで書いてありますけど、右のこの人は、超党人間ですね。いわゆる、まあ,あ、頭の長いコンヘッドマンです。そして、この腕がですね、逆さまについてるんですね。これはですね、私はその、最初は絵を作る時のミスじゃないかと思います。まあ、こうして手をくっつけていったんですけどもね、ここだけ逆につけてしまったんですね。そして、先ほどちょっと言いましたね、ここに足らしきものが見えますね。まあ、はっきりわかりませんけども、まあ、 各種手法ですね。これもね。カウ ペクチャーということになるわけです。そして、この手もですね、レーダーとスワンのね、あの、スワン、すなわち恐竜ですね、あるいはあの、白鳥ということになってますけど、の首と大変よく似てる。そして、極め付けはこの穴開きドルメンです。公開されただけでも3000個以上。そして、インドでも見つかっています。ヨーロッパ全土でも見つかっています。要するに子供を閉じむ職業としてのね、子供を閉じ込閉じ込めておくための檻だってあと私は考えています。そして、この丸い穴をね、蓋する蓋も見つかっているんですよ。 そしてこれらの話を総合しますと、そこに浮かび上がってくるのは恐ろしい話だということですね。まあこの二人の子供はまさにその犠牲者、もっと言えば餌ということになるわけです。そうしたよう、ダヴィンチはこの絵の中で表現したということになるわけですよ。 で、これがまあイエスことになってますけど、このイエスの首もまたおかしいんですよね。この正中線、ブルーの線が正中線ですけども、黄色い線を見ますと、ような撫で方ですね。これはあの、モナリザもそうですし、ラファエルの方が申し上げたモナリザもそのようになっています。まあ人間出しからぬ、まあ奇妙な撫で方をしているということです。で、これがダヴィンチの素顔です。 このダヴィンチの絵を、顔を元にして、3D のモデリングの原画ができ、そしてそれを、まあ、いろいろ変化させて、私たちが知っているダ、ダヴィンチの現在知っている、ポートレートができたということですよね。そして、この、凝視する目に注意してください。じーっと睨んでますね。これはフクロウの目だというわけですね。で、ウというのは凝視する目であり、ストリックスといって、魔女だった。まあ、ローマではマリアと言ってたんですけどもね。凝視する目を持つ目の目が、すなわち、まあ、 そしてこの甲にはフクロウの置物が置いてあります。そしてその下にはですね、三本指の右下のね、足のところに三本指のマリアの足がちょろんと見えてますね。まあこういう形でダヴィンチはマリアが魔女であることを示しました。そしてこの二人の人物を足してですね、1足す1は1の、まあ、魔女であることをダヴィンチは示しました。1足す1は1の原則ですね。 まあ、この絵は大変恐ろしい絵だということです。まあ、これが左がですね、3D モデルに作られた Man ということになってますよね。で、これがまあ、元になって、私たちが知っているダヴィンチの自画像ができたという、捏造されたということですね。で、まあ、話を戻していきたいと思いますけれども、もう一つまあ、ちょっと、 ついでにちょっと事実をあの話しておきたいと思うんですけども、このヨハネのね、あの、服を見ていただきたんですけども、これはあの、明るくしてみますと、うろこが浮かべがあってくるんですね。私これ明るくするまで気がつきませんでした。そしてこの目もですね、まあ、先ほど言いましたように、もう一度確認しておいてください。これは普通の目ではありませんね。明らかに虐待された子供の目です。なぜ虐待された子供の顔がこんなところに書いてあるでしょうかねえ、イエスの洗礼であるにもかかわらず、方言もなければなんて言いますか、 喜びもない、悲しい顔をしているのがわかりますね。もっと言えば、暗い表情をしているわけです。そして、左の子供の手足はありませんけども、こんなところに覚醒という手法でですね、手足、そして、まあ、なんとなく、なんとなく顔らしきものも描かれているということです。まあ、見れば見るほど謎めいた不思議な絵ですよね。そして、そこから浮かんでくる絵は恐ろしい絵だということです。で、結論ということになりますけども、このマドンナと聖アンの絵も同じです。この子供を見てください。 全然楽しそうじゃありませんね。そしてその目は不気味に黒い。そしてその目と、そしてイエスの洗礼の中に描かれているこの子供の目とは一致するということです。ダイヴィンチはこうした絵をですね、意図的に描いたとしか、まあ、思えませんね。もう一度この目を見てください。左の,左の、また向かって左の絵の目はですね、 崩れていると言いますか、形ははっきりしませんが、しかし、右の目ははっきりしてますね。そして比較してみますと、これは両者の目は同じであること,もことを皆さんはお気づきになると思います。なあち、イエスの宣伝絵が恐ろしい絵であるとどう、ということは同時に、このマドンナと聖暗の絵も恐ろしい絵だということになります。ここが今日のポイントであり、結論ということになります。どうかご自身で判断してください。 もう一、最後の繰り返しになりますけども、左がマドンナと聖ンそして右がイエスの洗礼です。そしてそこに描かれる子供の目は同じ目をしている。すなわち、虐待され痛みつけられた子供の目ということになります。そしてこれら両者から浮かび上がってくる、まあ、話、ストーリーはですね、恐ろしい話だということになるわけです。いかがですか まあ、あくまでもダヴンチ説ってことになるわけですけどもね。そして、この二人が言っています。へへへへ。美味しそうな子供ね。私いただきましょうかしら。ほほほほ。という、まあ、恐ろしい話でした。続くビデオをどうかご覧になってください。Bye for now.